こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい。はい、何それ。何でもない。今日は今日はね、うん、あれ、これ輸入の時にもうすっごいもう伸び伸びで曲がっちゃってて、もうなんか枝も傷んでるみたいな色なんだけど、生きてるんだよ。うん、で、もう本当にこんなんなっちゃってて、うん、それをちょっととりあえずかわいそうだから植えといたんだよね。もう根はついてるもん。根はついてる、ほら。うん、で植えといて、もうずいぶん前だよ、うんうん、夏に多分輸入したやつかな。で夏だからやっぱ到着までにちょっと時間かかると、もう本当にひどいことになっちゃって、うんうん、でこんなのびのびの感じのなんか松の木みたいにちょっとアートな感じで面白いじゃんこれ。ね、でちゃんとさ、この間も言ったけど、うん、横に向いちゃった苗って太陽に向かって上にほら向いてきてるの分かる、うん、松みたいね、これアートだよね、うん、なんか切っちゃうのもったいなくなってきた。もったいない気がするね、うん、これはこれで後で可愛いね、うん、で見てほら下からも新しい芽が出て、あ、なんかそんに言われたら切るのもったいなくなっちゃった、切ろうと思ったんだけどちょっとでも切って、うん、大きめの鉢に鉢増しして、うん、ちょっとじゃあ予定変更してこのアートで使えるように、うん、そっちの芽の手からも切る、うんうん、いい、これでちょっとあの余分な部分を切ってアートに仕立てていきます、はい、あ、すごいなんかアートに見えてきちゃった、うん、可愛いね。こっちから見るとそうでもないけど、横から見ると可愛いね、結構 ね、うん、ね。これはミニベルの2匹ね、ちなみに。海辺にが似合う感じ。そうだね。なんかそうだね。波みたいだよね。うん、海辺の松みたいな。そうだね、うん。で、じゃあ植えていきます、はい。とりあえず鉢をちょっと大きくして、これ今 3.5 なんだけど、4に入れ替えます。はい、で、もう根を外すまでもないので、ほら。売ってね、まだそんなに根がしっかり張ってる状態じゃないから、うん、鉢増しで。鉢増しするときは、うん、根を崩さずに鉢からすっぽり綺麗に抜いてね、うん、少ないとこに用土を足していく感じで。鉢増しをする理由っていうのは、あんまりさっきみたいに根がしっかり張ってないときとか、あともう時期でここから先根を綺麗にほぐしちゃったら根が成長しないなっていう時期には鉢増しをしてます。どうしても植え替えたいときはね。これやるとさ、うん、片側によってさ、うん、片側から土入れるじゃん、うん、傾いちゃうときない？そうだね。でそういうときにピンセットとか割り箸を使って支えてあげて、押さえてあげると綺麗に植えられます、うん、もうこれでもアートだから、うん、傾いたアートなんです。そうだね、傾いもうすでに傾いてるからね。でこれをもう少し幹をちょっと上に、なんていうの、持ち上げたいなっていう時はやっぱ添え木をしてあげたりとか、うん、あと苗自体をもう少し傾けちゃう、うん、ですると今度また苗がこっち向いちゃうからここに戻ってくるんだけど、しっかりまっすぐはでも戻んないんだよね、うん、でもどうしてもまっすぐにしたいっていう時は切り戻してください、うん、そういうつもりで切り戻そうと思ったんだけどね、なんか可愛いから。これはこれでね、うん、でもちょっとさ、こっちの方がスカスカして寂しいから、ね、ちょっとこっちに足していきます。はい、で、挟み方、うん、さ、自分の多肉コーナーがさ、うん、広すぎて今苗を見つけてたんだけど見つかんなくて、うん、本当にね、苗を見つけるのに1週間ぐらいかかる時があるの。自分の、はい、普通に切っちゃった、切ります。はい、で刺します。で、このミニベルとかマッコスとかこれ系は、うん、結構強いから乾かさずにいつも自分ではそのまま刺しちゃってます、うん。心配だったらね、乾かしても平気だけど、もう葉差しとかでもゴロゴロ出るような種類だから、うん、一応2匹なんだよ、ほらミニベルの、うん、ね。で、今ちょっと結構ボロボロになっちゃったやつ、これと同じ兄弟のやつがいて、それは今鉢植えにして仕立て直してるので、出来上がったら販売します。はい、でさ、このままこう残しといてもいいんだけど、残しとくとこうやって途中から芽が出てきます、うん、これちょっとちっちゃいのが出てるとこからね、うんうん、バランスが悪くて嫌だなと思ったら、うん、またこの辺パチンって切ってあげて、自分の出したい位置、うん、例えばこの辺がスカスカだからと思ったら、その位置まで切り戻してあげるとその下から出てくるから、うんうんうん、それで足してあげるようにします。はい、あとのこの枝刺しとくと出るんだよ、ちゃんと転がしといても出るからね。例えばそれ逆さに植えちゃうと、逆さに植えると植える人は一人いたんだけどなかなかいないと思うけど、うん、まあでも頭がなきゃ分かんないからね、うん、
頭があって逆さに植えた人がいたんだよな、うん、昔ね、で逆さまに植えると頭が出てる場合は腐っちゃうし、うん、頭が出てなければ芽は出てくるよちゃんと、うん、逆さまに植えてもこう戻ろうとするから、うん、でも植えちゃダメ、出てくるのかな、うん、植えちゃダメ、うん、どうしようかな。そんなになんかでも戻すとこがないんだよな、うん、ちょっと下の部分あえてここ1個切っちゃおうかな、うん、見てほらこんなに曲がってるから、これ刺す時もこのまま1本で刺したらちょっと刺しづらいと思うので、うん、曲がってるとことちょうどほらこの L になってるとこ、うん、ここで切ってもらって、うん、下と上で刺してあげれば刺しやすくなるんでね、うん、こんな感じで、で下の刺しづらいとこは葉っぱをもいで、結構さ、うん、もうみんな分かってることかもしれないけどさ、うん、こういうのって人のやり方を見たりすると、あ、そういうやり方もあるんだっていう発見がない？うん、そうだね、うん、だからね、うん、また一つの参考としてね、一つのアイデアとしてね、うん、あ、でもちょっと可愛いからもうこれ以上切り戻すのやめますあとはここが育ってくれて、ここから芽が出てボリュームがちょっと出るのを待ちます、うん、なんか最初これ見た時に幹が腐ってるんかなってちょっと思ったんだけど、うん、黒っぽくなってるよね、うん、でも見てほら、中切って中が腐ってない時ってこうやって青々してるから、うん、そういう時はもう心配ないので、多分ね、ぼやけちゃってる、うん、乾燥しすぎちゃってここ、ね、うん、乾燥しすぎちゃって黒くなってるんかな、あと木みたいになってきてるからね、ダメになってるとね、そこ切った時中まで黒っぽくなったりするからね、ててで、あと触った時にスカスカになったりするんで、うん、その触り心地で判断してください。はい、かな、もうこれで、うん、ちょっと早く終わっちゃったじゃん、あとなんで取っときます、かわいい。じゃあさ、せっかくだからさ、うん、ちょっとね、全部拾い切れるかわかんないんだけど、はい、ちょっとパッと目についたところだけ質問がちょっとあったから、はい、コメント欄に、はいはい、こんばんは、はい、今寒天が5つあります、はい、でも夏頃から葉が綺麗じゃないんです、シミのような、うん、でも病気でもないような、新しく成長した葉も少しすると周りと同じく綺麗じゃなくなります、それもほとんどの寒天が同じような状態でとても悲しいです、やはり病気ですかね、春頃までは葉もとても綺麗だったのに、まあ、その後ちょっと普通のねコメントが入ってるんですけど、はい、なんだろう、どんな状態かちょっと見せてもらわないと何とも言えないんだけど、うん、大丈夫ですって言って大丈夫じゃないと困っちゃうからね、うんうん、置き場所が例えば雨ざらしのこう地べたに近いところで雨水が跳ねてその葉っぱについて黒点病になっちゃったとかだとすると、全部の寒天がなっててそこに寒天だけ置いてあるんだとすれば何かが映ってそういう風になってるっていう可能性はあるけど、ちょっと一回写真見たいです、うんうんうん、そうだね、うん、あの紫外線に当たってね、あのおそばかすができるみたいな状態だったら全然いいと思うけど、うん、寒天ってそんなにシミができないと思うんだよね、見た感じ、そうだね、うん、結構粉がついてるから、うん、あんまりそういう目立ったシミって目立たないよね、うん、見えないよね、うん、一回ちょっとダイレクトメールか何かでメールください、はい、はい、お願いします、はい、で次ね、うん、お疲れ様です、この時期なのに中央の葉っぱが小さいのです、うん、小さい、管理はベランダの軒下で育っています、今日は小雨だったので雨ざらしにしてみました、これから寒くなるので室内がいいですか、教えてください。これぐらい葉っぱが小さい、どういうことなのかな、でもさ、うん、夏に思ったんだけど、夏に外葉が長くなるでしょ、うんうん、で秋になると中央の葉っぱが小さく、うん、こう短くね、うん、短くなった状態になるから、それじゃないかなと思うんだけど、残酷さなんかよくあるよね、そうそうそう、なんかない、ないんだよ、そういう基本が今ちょっとパッと目につかないんだよね、うん、それらしきものが、そういうんであればこれなんかはちょっといい例えかも、ほら外側がすごい長いでしょ、うん、で中央だけ短い、うん、でこういうのってもう夏場って外徒長しやすいから伸びやすいんだよね葉っぱが、うん、水くれただけでも水やりしただけで伸びちゃったりするから、全部冬場に切り替わる時には短くなるので、気になるようだったらこれもそうだけど外葉葉差しにしてあげて、うん、もいであげても大丈夫だし、そんなに気にしなくても通常のことなので、うん、これとかもほらこうやって見るとさ、今まだ植えたばかりなんだけどさ、輸入の途中で伸びちゃってて中央だけちっちゃいでしょ、うん、で外葉だけすごい長くなっちゃって、こういう状態じゃないかな、うん、で成長すれば外葉気にならなくなるから大丈夫なので安
ですよ。あとはね、こう中心がこう小さくてなんか中から枯れてたりするっていう場合はね、うん、心配だけどね、ちょっと異常ありだけど、うん、触ってもし、なんともなければ、うん、ただ葉が細かいっていうだけだったら、うん、そういう種類のものかもしれないからね、うん、その要は夏場が伸びて外葉が、ね、ちょっとそれも見てみないと、うん、はい、じゃあもう一つね、はい、リトープスは花が咲いたら枯れてしまいますか。リトープス今ちょうど花が咲いてたから持ってきた、枯れないよね、うん、花はね、うん、そのまま枯れていくというか、めっちゃ可愛いんだけど終わっていくけどね、うん、今花の時期だからだんだん枯れてカサカサになってカラッカラになったら取ってあげれば大丈夫なので、うんね、だんだんカラカラになります、うん、特にね、アイオニウムとかみたいにね、うん、花が咲いて枯れちゃうってことはないからね、うん、大丈夫です、うん、はい、はいはい、じゃあそんなところで大丈夫ですか、うん、はい、大きめエケベリアのセット、うん、大好評でありがとうございます。ありがとうございます。まだたくさんね、ご用意してあるので、うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、年内まで割引価格なので、お、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、じゃあそんなところで、うん、はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と、はい、高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。